どうも、ソドです。突然ですが、月の公転軌道が地球の公転軌道に対して大きく傾いていたら何が起こるのでしょう。1、地球に衝突する。2、地球から離れ衛星ではなくなる。3、だいたい今の軌道に戻る。4、何も起こらない。では結果を見てみましょう。答えは1か2です。これは M0 と M2 が公転する中で、 M0 を公転する質量の小さい M1 の運動に現れる小座域光と呼ばれる現象の一つで、 M1 が持つ Z2 方向の核運動量が長期的には保存するため、軌道傾斜角が太陽の影響を受けて小さくなるにつれ、離心率が大きくなり細長い軌道になることがわかります。そのため、軌道傾斜角が十分に大きければ月は最終的に地球から離れるか、近点付近で地球に衝突します。結果、どの惑星を見ても軌道傾斜角が極端に大きい衛星は長期的に存在しません。宇宙やばいアドバンス。